ワッキー貝山の夏ガチャ紹介。ワッキーワッキーワッキー、ワッキー貝山です。懐かしの昭和レトロガチャガチャコスモス50円機からガチャ紹介するよ。その前にグラフィック社から昭和レトロガチャ、はい、最強コレクションワッキーが送るガチャ 100% ということで、皆さんご覧いただけましたでしょうか。ぜひ Amazon や楽天にてお買い求めいただければと思います。はい、渾身の1000アイテム、全部写真を撮りました。160ページフルカラー。特にガチャガチャの歴史すごいですよ。一見の価値ありです。ぜひよろしくお願いいたします。さて今回もガチャガチャやってみようね。今回はこちらカップワンロボ、テルコマ戦士っていうね、カップラーメンのねロボットが出ましたけど、まあそれのコスモス版ということで、懐かしいですね。青春というののラーメンね、斉藤由貴さんやってましたね。カップスターとかね、LL ヌードルとかね、この辺は今なかなか残ってないですね。もしかしたら当たり入っていないってこともあるかもしれませんよ。どうなるでしょうか。はい、やってみましょう。種類ね、いやー出てきた、全く違うものが出てきましたよ。はい、こちらでございますね。はい、こちら札幌一番の袋麺のガチャガチャという、これ、ね、中何がすごいかっていうとですね、あの当時よくね外れアイテム出てたですね、こちら、なんと電車のですね、こちら看板みたいな、めちゃめちゃこれをこうただ、ね、この一番のカップスターのシールの中に入れて袋麺として売ったんですっていうね。この再利用もねコスモスがよくねやる手口だったんですよね。はい、いいですね。この辺を持ってるっていうのは最高ですね。昔のワッキー、ありがとう。カップマンロボ来ました。お、当たりでしたよ。はい、こちらね、当たったのはこれ、じゃん、LL ヌードルね。これロボットですけどもね、ちょっとやんちゃな感じがやばいですね。これちゃんといけるのかな。やトランスフォーマーこんな感じで見てみましょうか。かっこいいですよね。後ろにロボットがいるんですよね。まあカップラーメンが別にロボットにならなくていいんじゃないかっていうんですけど、これトランスフォーム的なものっていうのね、結構当時流行ったんですよね。カメラがロボットになったりとか、あとスペースシャトルがロボットになったり、飛行機、車がロボットになったりっていう、その中のね、はい、こちらですけども、まあ、昭和レトロガチャにもね、ここに載ってますんでね、はい、あの、オリジナルがあっての、このように、まあ、オマージュ、まあ、パクリなんですけどね、こんな形で、出てました。でもね、このぐらいのカプセルサイズで入ってるのまたかっこよくてね、はい、ハズレも入ってたんで、なかなかフルコンプ、全8種類というのは難しかったと思いますけどもね、はい、今回はこちら、カップマンロボをお送りいたしました。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。グッドボタンやコメントもよろしくお願いします。さあ、この後はお知らせだ、出陣。ずらっと並んでます。見えますかね。懐かしの後ろもですね。うわーすごいな。後ろ見えるわ。すごい。すまんない。